魔物は食べちゃダメです。ええ、そうね、ペコリーヌさん。私も本当にそう思って。魔物は食べちゃダメって。シェフィー、今の何？どういうこと？わからないわ。ペコリーヌさん、変なものでも食べちゃったのかしら。って、それはいつものことだけど。っていうか、あいつ本当にペコリーヌ？魔物が化けた偽物とかじゃないでしょうね。仲間を疑うなんてよくないわよ、キャル。けど正直、その可能性も否定できないくらいの異常事態ね。こうなったら本物かどうか確かめてみるしか。ねえペコリーヌ、お腹空いてない？ほら、このおにぎり食べてもいいわよ。え、いいんですか？じゃあ遠慮なく、いただきます。キャルちゃんのおにぎり美味しすぎて止まりません。わいたー、あたしの指まで食べるな。この食べっぷりは間違いなくペコリーヌさんね。けどそれならどうしてあんなことを言って。ペコリーヌ様はおそらく今回の依頼内容を皆さんに説明しようとしただけでございます。そうでしょ、ペコリーヌ様。はい、今回はこの地域の生態系調査を頼まれてまして、魔物もその調査対象、つまり倒して食べちゃダメなんです。ギルド管理協会からの依頼ですから、今回は我慢ですよ。我慢も何も、いつも食べたがってるのはあっただけでしょうが。まあまあ言ってることは正しいしね。そういうことなら早く調査を始めましょう。というわけにもいかないようでございますね。なんとか倒さずに切り抜けなければ。そうね、ここは一旦戦いましょう。一度脅かせば近づいてこなくなるはずよ。わかりました。それじゃあお腹が空く前にサクッと終わらせちゃいましょう。あなたに、もう一人の私よ、二人がかりで行きます。ミラウンダー、見つけた、ドラゴンズデーム。解き放ちます、青い星の力、コスモブループラネット。すごい、満開です。甲骨接中の場合、見つけた、ドラゴンズデーム。冷たいですね。黒焦げになる。月だらけです。耐えられるよね。やっ。黒焦げになる。見つけた、ドラゴンズデーム。いい感じで。月だらけです。もう一人の私よ。二人がかりで行きます。ミラウンダー。本領よ、シーセブンスヘブン。放ちコスモブループラネット。上手、それ空間もたまりません。黒焦げになる。ひらひらと見つけた、ドラゴンズデーム。もう一人ミラミラ得られるよね。もう大丈夫。冷たいですよ。この魔物、脅かしても怖がってくれないです。むしろ自分から攻撃を受けに来てるような。自分から攻撃を。なるほど、そうだとしたら私が聞いた話と合致しますね。え、ココロちゃん何か知ってるんですか？はい、ですがまずは撤退いたしましょう。ふぅ、やっと巻いたみたいね。何なのよあの魔物。コロスケ、何か知ってるなら話しなさいよね。はい、出発前ギルド管理協会へ立ち寄った時に聞いた話です。
信憑性もないですし、主様を怖がらせたくなかったので話していませんでしたが、何でもこの辺りの生物には自分から捕食者に血肉を捧げるという怪しげな伝承があるそうなのです。自分から強いやつに食べられようとするってこと？マジで怪しい伝承ね。でもそれが事実ならさっきの動きも納得だわ。攻撃をわざと受けて私たちに食べられようとしてたのね。私たちに食べられようと？そんな素敵な魔物だったなんて。私ちょっと偵察しに戻ろうかな。あら、ペコリーヌ、さっきあたしたちに熱く語ってたじゃない。今回は魔物を食べちゃダメなんでしょう？何の話ですか、キャルちゃん。私はただあの魔物の襲撃に備えようと。ペコリーヌさん、気持ちはわかるけど調査に戻りましょう。依頼を失敗するわけにはいかないもの。今回は我慢ね。シェフィーちゃんまで。分かってますよ、分かってますけど。参りましょう、ペコリーヌ様。お腹が空く前にサクッと終わらせるのでしょう。どうして今回に限ってこんな依頼なんですか？あんなに美味しそうなのに。チャンネル登録、高評価もお願いします。